今までこれだ、あなたのその長所っていうのを本当に生かしてないなと思うよね。だってあなたは真面目で勉強家で、ソダシの去年のタイムであったり、スターズオンアイスの、例えば同じレースに出てるんじゃないかとか、そういう過去のデータを比較検討していくこと。僕最初の前半の、カウンセリングの時にあなたが非常にあなたらしくないなっていう一言を言ったのがずっと心に引っかかってて、あ、今回の競馬の決め方、それやっちゃったなって思ったの。あなたは電気をつけるのが面倒くさいって言ったよね。面倒くさかったんじゃないの、調べるのが。電気をつけるのが面倒くさい人が競馬のデータを調べるのは面倒くさくないんですか、本当に。それはどっちなの。面倒くさい。ですよね。面倒くさがってて競馬は当たるんですか。当たりません。考え直してください。はい。あなた本当に面倒くさがり屋さんなんですか？いや、思い込んでるだけで、そんなだってにあな面倒たくさのと今は。までの競馬の決め方であったり、作業療法士の仕事の仕方でもいいじゃないですか。それとか報告書の書き方でもいいじゃないですか。職場に出すね。それとかあなたの講演の準備とかも今まで聞いてましたけど、僕あなたが競馬のデータも調べないほどの面倒くさがりや、電気をつけるのが面倒くさいって思うほどの面倒くさがりやっていうのは今日初めてあなたから聞いたんですけど、面倒くさがりやと思い込んでました。じゃなくていつ思い込んでたんです？でもず、え、ずっと？本当ですか？今回の母親のトイレの一件でじゃないんですか。あなたは本当に自分のことを面倒くさがり屋だと思ってたんですか。僕は一度もそのことであなたに相談されたことはないですよ、過去に。本当にあなたは自分のことを面倒くさがり屋だと思ってたんですか。異常な出来事を前半のカウンセリングで話した。で、あなたの中で納得させるためには自分も面倒くさがり屋っていうことをセッティングしなきゃいけなかったんじゃないんです。いや、あなたは本当に自分のこと面倒くさがり屋だと本当に思ったことあるんですか。事実として、あるの本当に。いつも面倒くさがり屋だなっては思ってたんですけど、本当なの。僕一度もあなたから面倒くさがり屋で困ってるんですっていうのは聞いたことがないんだけど、ちょっと待ってくださいね。いいですか。どこまで話したかちょっとね、途切れたんで分からなくなりましたけど、そう、面倒くさがり屋の話ですね。あなたは本当にね、どの程度の面倒くさがり屋だと思って生きてきたんですか。程度か。多くの人よりもひどいと思ってきたのか、人並みだと思ってきたのか。思ってきたのは、多くの人よりひどいと思ってきました。なんでそれは僕には相談はしなかったんですか。気にはならなかったですか。そうですね。いや、あなたの問題はこれ2つあるんですよ。本当に多くの人より面倒くさがり屋と思ってきたのかという問題が1つ。ね。もう1つは、本当に面倒くさがり屋だと思ってるのかどうかです。
うん、確かに、うん、そうですね。あなたは本当に面倒くさがり屋だと思ってるんですか？いや、思ってないかもしれない。いや、じゃなくて、はい、なぜかもなんですか？どうして静香ちゃんは、はい、過去の自分のことがカモになるんですか？なんだかんだと、うん、やってきたので、うん、っていうかあなた、はい、自分のこと面倒くさがり屋だなって思ってなんか困ってたんですか？はい、いや、強いて言われれば面倒くさがり屋ですっていうことなの？はい、面倒くさがり屋のことなんか考えたこともなかったんじゃないの？そうなのかな。いや、そうなのかなじゃなくて、あなたは過去に自分は面倒くさがり屋で困るなって思ったことが本当にあるんですかないんですかっていうこと。あなたは面倒くさがり屋なのかどうかということを今考えてない？面倒くさがり屋だと思ったことがたびたびあったのかどうかっていう事実を聞いてるんだけど。思ったことはたびたびありました。たびたびあったの？はい。例えばどんな時？どんな時？うん、いや、たびたびあるんだったら何か教えて。実際のことを。実際のことを、うん、そんなにたびたびあるんだったらさ、はいはいはい、つい最近もこういうことをめんどくさいなと思いましたっていうのがあるんでしょ？そうですね、うん、じゃあそれ教えて、一個でもいいから。そうですね、うん、なんだろう、まあ、めんどくさがり屋であれば確実に昨日、はいはいはい、もしくは今日競馬を決めるときに、はい、めんどくせえなって思ったはずなんだけど。全然なかったです。うん、じゃあ他のことで何か。これってよくある僕とあなたの、はい、そのやり取りだと思いません？うんうん、はいはい、あなたは、はい、ね、たびたび面倒くさがり屋だと思ってるんです、はい、あ、そうなのって、うん、初耳だねって、うん、じゃあいつ思ったの、うん、いや、いつと言われても、うん、それって、はい、忘れてるの、その記憶っていうか事実ないの、どっちなの？僕はあなたをずっとカウンセリングしてて、うん、その事実はないと思ってます。うん、だって今まで、いや、もうちょっと適当にすればいいのにって思ってきたし、うん、指導もしてきたんです、うん、先生として、うんうん、あなたの面倒くさがり屋直しなさいって一度も指導した記憶がないんですよ。された記憶もないです。いや、こんなことめんどくさがってちゃ当たんないよとか、いや、そんなことめんどくさがってちゃ YouTube できないよとか、うんうんうん、そんなことめんどくさがってちゃ、うん、ブログできないよとか、一回も言ったことがないんですよ。はい、ないです。これ逆のことはよく言ったんです、はいはい、ちょっときっちりしすぎやってって、うんうんうん、いや、もうちょっとさってシンプルに考えてってで、はい、もうちょっととりあえず最終的に決めて、はい、ね、はい、ちょっと決めるまでちょっと真面目に考えすぎやわとか、うんうんうん、そういうのはよく言ったんですよ、はい、だからあなたの、はい、はっきり言って、はい、面倒くさがり屋だとたびたび思ってましたっていうのは事実はもしかしてほぼほぼないんじゃないですか。どうですかね。うん、まあこれ競馬って、うんうん、これいつ決めたんですかね。昨日かな。そうですね、うん、昨日トイレの事件っていうのはいつ起きたんですか。昨日です、うん、どっちが早いんですか。
トイレの事件ですよね、はい、トイレの事件をあなたの心の中で処理するためにこれ仮説ですけど、面倒くさがりや私もするしなみたいなことでとりあえず落ち着けないと競馬もやりたいしということに多分なかなかいかなかったんじゃないかなって僕思うんですよ。それでも面倒くさがりやもう私もあるし、でその怒りも収めなきゃいけなかったんで私もっていうのに面倒くさがり屋っていうありもしないものを、うん、あの逆に言ったらあの細かすぎって先生から言われてるのに、うん、真面目すぎって言われてるのに、はい、それと正反対の自分を持ってこなきゃいけなかった、はい、先に時系列的には、はい、それからね、はい、競馬の予想を始めた、うん、あなたは面倒くさがり屋の自分として競馬の予想を始めたんですよ。あなたの今日の記録は面倒くさがり屋さんの記録ですよね。そうですね。これあなたの本当に記録なんですかって。いやもっと考えました。うん。はい。だよね。はい。え僕あの伊達に先生してないし、あなたの記録とかずっと見てるし、うん、あの記録が少なすぎるやん。そうですね。もっともっと見ました。だよね。はい。いつもそんな重たい荷物持ってるんかっていうぐらいあの持ってるのに、はい、やっぱりあなたはね、うん、今回ね、うん、あのもちろん競馬も僕は才能があると思ってるんで、うんうん、あのもう時期当たると思ってるから言うんだけど、うんうんはいはい、あのもちろんあなたがその心をね、うんはい、あの穏やかにするために、うん、平常心にするために、うん、あの怒りを止めるために、はい、その作業を、うん、あの行うというのは僕はまあ間違いではないと思う、うん、まあそれだけあなたのお家っていうのは僕からすれば異常だと思うよね、うんうんうん、だけどそのやっぱりその流れでね、はい、結局自分の好きなものまでやってしまうと、うんうんまあそれは当たらないよね、うんはいうん、ちょっと待ってねはいはい、はいうん、まああの静香ちゃんの場合はね、はい、あのまあ競馬でもちろん波動を上げていくっていうことなんだけど、うんはい、まあねさっき途切れてしまったんだけど、うんはい、まあ結局その競馬の予想にもね、うんはい、あのこういうふうに影響をしてしまう、うんはい、うんこれって、はい、あのもうついでに話しとくけど、はい、あなたはその僕からよく考えなさいって言われて、うん、あの考えたと思うんだけど、うん、あの何か間違ったんじゃない？間違った、うん、あ間違った、うん、あなた考えたんじゃなくて、はい、あの悩んだんじゃない？言ってること分かる。うん、うん、悩むのはいつもしてるんじゃないの。はい、うん、そして、うんうん、たくさん悩んだの、うん、時間的にどれぐらいの時間、うん、あの、はい、最初のカウンセリングのことを考えたの。うん、それって僕がそう言ったっけ。いや悩むのはじゃなくてそんだけ時間かけて考えなさいって言ったっけ。はいはい、いや言われてないです。なんでそれはしたの、はあ、そんなに時間をかけて。うん、あのそもそも競馬が、うんうん、あのこれ面倒くさがり屋さんとしてもしてるけど、うん、あの明らかに時間がなかったなって思うのよね。うん、